帯状9本丸跡の帯杉帯杉は日本の九州地方、宮崎県南東部の日南市付近で育成される杉である。江戸時代、伊東市帯藩によって植林活動が始められた。代表的な赤系11品種と黒系5品種がある。樹脂を多く含んでいるため吸水性が低く、軽量で強度が高いことから造船用として盛んに利用された。 一般的な杉と比較して、生育は早いが、造船用としては幹を太くする必要があったことから、伐採までには50から70年を要した。造船用の杉は、弁光と呼ばれる側面を平らに削った形状に、加工されてから出荷された。産地は、帯半量の日南市旧市、北郷地区の高都線流域を中心とし、日南市南郷地区、宮崎市の山間部にまたがる。 また、帯藩領外の串間市や都の城市の一部にも移植された。宮崎県ではフェニックス、山桜と共に県の木に指定されている。帯藩は江戸時代初期に国高を誇張したため出費がかさみ、財政的に厳しい状態であった。このため換金可能な産物として、豊富な木材資源に着目し、松や楠の木などの大木を日本各地に出荷していた。 1615年、当時の藩主、伊藤有慶が、杉の植林を支持し、1623年に一部の下級武士が植林を始めているが、伐採に植林が追いつかず山林の後輩には、歯止めがかからなかった。1686年に、堀川運河が完成して、木材の出荷は円滑に行えるようになったが、18世紀に入ると、天然の木材資源が枯渇し始めた。 このため1718年、当時の藩主、伊藤由美が植林を前提として伐採した材木の利益を、住民2分の1、藩2分の1に分配する、二部一山の法を作り、本格的に植林を奨励することになった。18世紀後半になると、野中金衛門や石名田みのる門など、植林事業を精力的に行う藩主が現れ、次の安定的な育成が行われるようになった。 帯藩はは1791年に二部一山の方を三部一山の方に改め林業を監督する山形奉行を新設しさらに杉山長簿を作成するなどして植林事業を強化している三部一山の方の思想は1878年制定の部分騎士付け条例にも盛り込まれさらに1899年制定の 国有林野法に引き継がれ、営林法令の石となっている。1965年頃から造船用木材の需要が減少し始めたため、住宅用建築材料などを施行した新しい林業への転換、市場開拓が進められている。ありがとうございます。